must learn.当 YouTube チャンネルではよりハイレベルで内容の濃いレッスン動画をお届けするためチャンネルメンバーシップ制度を導入しています。 You must learn におけるすべてのエクストラレッスンを見放題で視聴していただけるのと、メンバーシップ限定の動画コンテンツも用意しております。普段僕が実際のレッスンで行っている内容と同じなので非常に有益で、理にかなった練習法とアイデアを共有できます。 DJ 上達のための近道だと考えてもらえるといいと思います。詳しくは概要欄のリンクから詳細動画をご覧いただけますので、よろしくお願いいたします。この動画は視聴者の方々にスクラッチをさらに上達してもらうため、新たな講師を招いて僕が普段行っているものとは別の視点からレクチャーしていただく特別レッスン企画です。今回は素晴らしいテクニックを持ったスクラッチャーの方にゲストに来ていただいています。 DJ イタチくんです。 DJ イタチです。簡単な自己紹介をお願いします。スクラッチやり始めてもう14年ぐらい経ちます。スクラッチオンリーで頑張ってます。イタチくんの人となりを掘り下げるべく少しインタビューさせてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。2015年に島村楽器さん主催のニュートリック DJ バトル、全国で予選があって、当時福岡に住んでたんで九州予選で、優勝。2018年に IDA スクラッチカテゴリーに、2019年に復活した元ベスタックスのノートリックフリースタイルスクラッチバトルボリューム1優勝で、2019年の12月に行われたグランドチャンピオンシップで優勝が最終結果になります。2009年頃に DJ やささんの2006年の DMC ワールドファイナルの動画を YouTube で見て、それがきっかけでスクラッチを始めることになりました。ビートジャグリングとかバトルルーティンみたいなものに手をつけたりとか、はい、独学でスクラッチをやり始めたんですけれども、一人じゃ何もわからなかったんで、2期楽器の DJ スクールにやささんが講師としていらっしゃったので習ってたんですけども、その時にビートジャグリングだったりとか2枚使いっていうのを習いました。ただスクラッチを自分の中で納得いってからビートジャグリングとか2枚使いのテクニックに進みたいなと、結局手つかずという状態で、今も自分の中でスクラッチは納得してないまま続けてるような、結果スクラッチオンリーで今もずっとやってるという感じです。ベスタックスの PDX2000M2 が2台とジェミナイのスクラッチ用ではないミックス用のミキサーですね、はい、それを買って独学で始めたという感じですね。じゃあちなみにそれを選んだ理由は？安かったからですね。でしょうね。何がいいかっていうのはやっぱ全然わからなくて、モタレコさんの初心者セットみたいなものがあったんでそれを買ってって感じですね。スクラッチャーではないと思うんですけど、やっぱ DJ やささんですね。右です。右、はい。スクラッチする時のメインとしては右ターンテーブルの左手フェーダーですね。もともとは左ターンテーブルの右フェーダーで始めました。移行した理由みたいなのってありますか？自分の好きなスクラッチをする DJ、まあ、キューバードだったりとか D スタイルズ、DJ やささん、DJ 宮島さんとか、自分の中で好きな DJ、 好きなスクラッチをする人たちがみんな右手だったので、右手でやりたいなという憧れがあったんですけれども、6年目ぐらいの時に伸び悩んだ時があって、でそれをきっかけに右ターンテーブル左手フェーダーで始めたら何かいい刺激がもらえるんじゃないかなっていうところもあって、そこから右手の練習も少しずつ始めて今に至るという感じですね。発見があるとは思いますね。好きな技とかパターンとか人それぞれあると思うので、一緒にセッションとかやることで得られるその刺激を吸収できるっていうのがやっぱり大きいと思いますね。
ここからはイタチ君に紹介してもらったスクラッチパターンを解説していきます。レッスン動画の後にはインタビューの後半もあります。音を少し前進させたポジションにセットして、フェーダーはクローズからスタートします。結論から言うと、フェーダームーブを均等に行うことが最大のポイントなので、それを頭に入れながら見ていきましょう。最初にバックから始まるスライスを1回行います。レコードのムーブはバックからフォワード。その後、レコードはそのまま前進させながら普通のスライスを行います。ここまでのムーブを2回繰り返します。最後に再びバックからのスライスを2回行い、さらにバックワーズを1回入れてフィニッシュです。最初のセットポジションに戻って、ここまでのムーブを繰り返しましょう。フェーダーのスタートはクローズからですが、常に均等でチャープやワンクリックフレアのような動きであることがわかると思います。難しい場合はレコードコントロールのみを真似するように練習してみると良いと思います。フェーダー側は比較的シンプルなので、レコード側が慣れれば対応しやすくなるでしょう。先ほど同様に音を少し前進させたポジションにセットして、フェーダーはクローズからスタートします。まずバックから始まるスライスを1回行って、もう一度バックしながらフェーダーはオープンに残します。すなわちリバースからの 1.5 回のチャープのようになります。そして小さなベイビースクラッチを1回行って、前進からスタートする普通のチャープを2回行います。再びベイビースクラッチを1回行って、最後にチャープを1回行いリリースしてフィニッシュです。バックから始まる形で繰り返していきましょう。メリハリの効いた心地よいグルーヴのコンビネーションです。これも音を少し前進させたポジションにセットして、フェーダーはクローズからスタートします。バックからスタートする形でフェーダーをオープンに入れながら、指の付け根を使い細かく震わせて、いわゆるスクリブルのような動きを行います。さらに2クリックフレアオービットを1回行って、リリースしてフィニッシュです。ベイビースクラッチはとても小さく細かい音になるのが特徴的です。2クリックチャープフレアの進化系と考えるといいでしょう。今回紹介した全てのパターンは、レコード側がリバースから始まることで独特なフローが感じられます。今後自分なりにアレンジするなど、新しいフローを考えるエッセンスとして参考にしてみてください。エクストラレッスンではさらにハイレベルでテクニカルなパターンやコンボを紹介しています。ぜひチャンネルメンバーシップに登録して、イタチ君のスキルをマスターできるようにチャレンジしてみてください。ここからは引き続きインタビューの後半をお楽しみください。何台持ってるかな。そうでしょ。大体30代ぐらいですかね。うん、これはすごいな。第3位はベスタックスの PMC06 ですね。第2位が
パイオニアの DJMS9 ですかね。1位がベスタックスの PMC08 ですね。おお、08。じゃあその理由って何かあります？具体的に。まあ、見た目も好きですし、そのフェーダーのタッチ の, そのフィーリングだったりとか、あとは出音ですね、が好きですね。なるほど。やっぱスーパーシール1ですね。スーパーシール1、80から90ぐらいですかね。アーイエーですね。アーイエーです。ランディ MC の。はい。まず一つはやっぱオリジナリティがある人ですね。この人しか出せない音とか、この人しか出せないフレーズっていうその強みを持ってる人。僕が思うにですけど、スクラッチに必要な要素って大きく分けて、スキルとメロディー、フレーズとリズムって考えてるんですけど、その4つのバランスがいい人はやっぱ上手いなっていう感じですね。2クリックとか3クリックの激しい技をバチバチ綺麗に入れるよりかは、緩急があったりとか、簡単な技を途中で綺麗に入れたりとか、そのバランスがいい人はやっぱりスクラッチ上手いなとは思いますね。楽しくスクラッチをするっていうのがやっぱり必要不可欠なんじゃないかなとは思いますね。録音とか録画して見返した時に、ああ自分下手くそやなとか思うことはあるんですけども、ネガティブなマインドでスクラッチをするっていうよりかは、ポジティブなマインドでスクラッチをして楽しんだ方が上達するんじゃないかなとは思いますね。メモを取るっていうのをずっとやってて、成長を感じるためにやってることなんですよね。iPhone のそのメモ帳だったりとか、何でもいいんですけど、LINE のトークルームで自分一人だけで発信できる部屋をこう作って、スクラッチをした時の気づきとか、そういうのを書き込んでますね。その次の日とかに見たりとかして、あ、昨日はこういう練習しててこれができなかったんやな。っていうのでまたスクラッチの練習をしてとかっていう、その繰り返しをやって成長が実感できれば飽きることはないとは思ってるんで、そういうことをやりながらスクラッチを練習してますね。2024年の4月1日から大阪府枚方市というところでスクラッチ DJ に特化したカットクレストという DJ スクールを開講しました。ゆるくみんなで集まってこうセッションができるような秘密基地のような部屋を作っていますので、枚方周辺に遊びに来られた方はぜひ来ていただければと思っております。エクストラレッスンの詳細は概要欄からご確認ください。この動画が良かったという方は、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、そしてスーパーサンクスもよろしくお願いします。